したい気分だったのででもちゃんと何も見えないように真っ白の壁にしました。さすがにね、弟のプライバシーをそして昆布茶を飲んでます。なんか弟の部屋の方が漏れる気がして、やっぱりいつもとね違うところでするとちょっと頑張れるよね。頑張れるはおかしいか、落ち着く。でもなんか弟の部屋は私の部屋と違って、なんかもう勉強の道具がめっちゃある。いやー落ち着くねこの部屋多分まだ帰ってこないので借りちゃいます。レイニアハートありがとうございます。アスカニュージンさん11ありがとうございます。アリサちゃんガラスの靴ありがとうございます。ショートハートありがとうございます。レイニアクマありがとうございます。ありがくま、今日はちょっとピッポが鳴ってる。なんだっけ、今日はね体育してきたんですけど、体育でちょっとだけ注意をされてしまってしょんぼりですなんか私ダブルスだったんですけど、卓球のね、なんかそれでなんかワンバウンドしかダメじゃん卓球って、パンじゃんパンじゃん。でもなんかもうそれだと続かなくてちょっと下手くそなので続かなくて、なんかみんなでなんかもうバウンドしない球でも打ってたんですよ。もうなんていうの、卓球台から外れてもファッてとか、こうやってなんていうの、自分でなんかバレーみたいに何回も打ってやってたんですよね。そしたらなんかルールは守ってない人がいますみたいなルールは守ってない人がいっぱいいますみたいななって、そうでもう本当に結構もう長いお話をしていただいたので、もう次からは絶対にルールを守りたいとねみんなで誓いましたもう本当にみんな優しいから、なんかそう勝ち進んだんですよ。もうなんかみんなでもうバウンドしなくても打とうみたいな感じでやってたんですよ。でもなんかなんかちゃんとルールはみんなで守ってくださいってなったので、次からは守りたいと思います。でもそのバウンドしないで打ったらなぜか勝ち進めて、結構いつもは最下位のところにいるんですけど、大体今回はなんか最下位から4番目ぐらいのところに行けたので嬉しいと思って、嬉しかったですね。そう楽しかったけどなバレーみたいに私は結構トス係だったんですけど、楽しかったんですけどダメでしたね。やっぱルールは大事ですよねそう楽しかったです。でも私はちょっと今日一人でちょっとパンを食べてきましたパンを食べて落ち着いてきましたね。ちょっとあんまりね一人になりたい気分で今日昨日ちょっとねなんだっけ、演技がうまくできなくてそのまま結構なんていうの、もうその話をあんまりしたくなかったのでお家に帰ってちょっとお家に帰りたくなくてお昼ご飯一人で食べてきました一
ちょっと一人でゆったりと楽しい時間を過ごしてきました。楽しかった。ちょっとねゆったりとね、もう何も考えずにパンを食べました。美味しかったです。プチ、そう一人の時間大事なんだよね。一人で結構ゆっくりしたいので、いつもはねお家に帰ってご飯を食べるんですけど、今日はもう一人でずっといろいろ回りました。何も用ないのにブラブラしてた。アリサちゃん、杖ありがとうございます。まだ帰ってこないかな。誰もいないんだよね。ゆくにさんバラありがとうございます。のつさんバラありがとうございます。ソルさん、杖ありがとうございます。誰もいないの珍しいなって、たまにあるけど最近。ごめんね弟。今日めっちゃ寒かった。なんか最近私あんまり寒くないかもって思ってたんですけど、今日めっちゃ寒かったな。結構寒かった。もう今日本当に結構時間がやばくて、朝もう全力ダッシュして学校に行ったんですけど、そしてそのまま卓球したのでめっちゃ暑かったんですけど、その卓球終わった後になんか結構歩かないといけなくて授業まで、そしたら雨が降ってきてめっちゃ寒かった。めっちゃもう傘を持ってきてなかったので、今日も傘持ってなかったし、もうね私の友達も結構雨を信じないタイプなので、友達も全員傘を持ってなくて、みんなで結構濡れましたね。寒かった。めっちゃ寒い寒い。寒いよね今日珍しく。ルイとも一緒ね、雨降らないと思ったよね今日。まさかのさ、めっちゃ雨降ってきてさ、びっくりしたね。なんか体育してる時になんか雨の音がして、えみたいな、なんかさ音しないってなって、みんなで外に覗いたら雨降ってたんですけど、多分うちらが外出る頃には止んでるでしょとか言ってたら、もうめっちゃ降っててやばかったです。そういえばね、名古屋のお話し会、多分カレンレンとお揃いにします、何かを。昨日カレンレンとちょっと話し合いました。明日の服は決めてます。明日の服決めてるんですけど、なんかいつも髪の毛あんまりアレンジが苦手だけど、ちょっと今日練習しようと思って。時間あるし、ちょっとなんか最近メイクさんにしてもらったさ、こういう、あ、コンサートの時にしてた、夏の前の時にこういうね、こうねじって他を止めてこう巻くみたいなのをしたくて、自分でね。でも難しいので、ちょっと明日までに練習したい、しようと思って。練習して明日できてたらその髪型、ああ成功したんだなって思ってください。ちょっと将来も終わったら練習してみる固定で。
髪の毛アレンジをね、女子力を上げて行きたいと思います。そう、巻き髪しようと思って、巻き巻き、いつもね学校行く時とかだいたいストレートなので。そう、今日メイクバッチリ？嘘、全然ね、今日ね時間なかったけど、よかった、そんな言ってくれて。でもほら、今日はねまつげもできなくて、もうめっちゃ走ったんですよ今日。髪の毛もね、もう何もできなかったの。ちょっとねポニーテールとかしたかったんですけど、やっぱり卓球なのでさ、気合を入れてもう下ろしていきました。え、今日お肉の日なんだ。食べないな絶対お肉。今日さ、私パン食べた時にラテアート、ラテアートみたいなのをしてもらって、それがめっちゃ可愛くて、なんかハートのなんかミルクのラテアートをしてもらって、あーめっちゃ私もできるようになりたいなって思いました。本当にねラテアート可愛かった。いいよね、そういうのできる人になりたいよね。そしたらね結構落ち着きそう、一人でさいる時とかね。難しいよね絶対あれ、どうやってするんだろう、こういう感じでねやりたいなって思いました。え、できるの？意外すぎる。いいな、私もできるようになりたいの、練習しよう。誰かできるかな、聞いてみよう。ロッキーはできなそうだけどな、誰もできるかな。あんまやんなかな、ちょっとやんな気がするな。でもさっきもチャリに乗って帰ってこれたぐらいの雨だったのでよかった。全然帰ってこないの心配になってきたんだけど。大丈夫かな私。なんか不安になるよねこういうさ時に帰ってこないと。結構不安なんだけど大丈夫かな。なんで誰もいないんだろうお家に。なんでだなんでだ。もしかしているとか、どっかに。あ、43日だ。大くん11ありがとうございます。ゆきじさんハートありがとうございます。他にいないか。私ねなんかそういえば昨日お部屋をちょっとさすがに片付けようと思ってまあ結構奥の方まで整理したんですよ。そしたらなんか私がちっちゃい時に描いた
え、見せたいな今。どうしよう。でもな、大変かな出すの。ちっちゃい時に書いた小説みたいの出てきたんですよ。え、見せたい。持ってこようかな。頑張って。なんか私が結構ね、その小説を書くのが好きだったんですよ。自分でね、全部一から考えて、それが出てきて、それを見たらめっちゃ字が綺麗で、なんかびっくりしちゃった。なんかえみたいな。私ちっちゃい頃めっちゃ字が綺麗だねって言われてたんですよ。でもなんかある時にこうサササって書く人がいて、それに憧れちゃってサササって書くようになって、そっからめっちゃ汚くなったんですよ。なんかもう本当にめっちゃサササって書いちゃうんですよ、もう常にね。それでいつも結構綺麗に書いてるつもりでも汚いんですけど、え、ちょっと持ってきていい？でも結構時間かかるかも、持ってくるの。え、読みたいな小説、読み聞かせしたい。え、ちょっとさ一瞬持ってきてもいい？ちょっと待ってて。なんもないけど、なんか置いてきたかった。ちょっと待っててね。よいしょ、疲れた。結構上に登ってきた。本当にねすごいのね。でもちょっと待ってね。待ってくださいね。どれにしようかな。ちょっと待って、でもね、読んでないんだよね。ちょっと待って、大丈夫かな。自分でも久しぶりに読むんですけど、読んでみるね。ちょっと、本当にね、昨日よちょっとチラッとしか見てないから、もし変な話だったらごめんね。多分大丈夫だと思う。まずね、表紙も自分で書いてるんですよ。どういう表紙って感じなんですけど、天の川からの使いだって。5年1組大張先です。じゃあいきますね。字はこんな感じ。綺麗じゃない？結構言うて。いきます。天の川からの使い大張先。天の川からの使い、天の川からの使い…てんてんてん。ユミはその言葉を夢の中で聞きながら起きました。ユミだって、主人公は。なんでユミなんだろう。
天の川からの使いって何のことかな。ユミが不思議に思いながら首をかしげているとお母さんがやってきました。あ、お母さん、天の川からの使いって何。お母さんはたちまち険しい顔になりました。ユミ、それどこで知ったの。え、夢でだけど。するとお母さんは悲しそうな顔をして階段を降りていきました。どういうこと。階段を降りていったらしい。なんだろう、お母さんあんな怖い顔して。いいや、行ってきます。ユミが学校に行く時間になりました。ユミは学校に着くと友達のユキにも聞いてみることにしました。ねえユキ、何、天の川からの使いって何か知ってる。え、天の川からの使い。うん、そんなの聞いたことないよ。そうだよね。そう言いながらもユミはなぜか懐かしい気持ちになるのです。天の川からの使い、天の川からの使い、そなたは天の川。バサ。何。ユミはまたその夢を見たようです。やばい、本当に意味わかんないね、ごめんね。もう昨日からこの夢ばっかり。ユミはイライラしてきました。よし、気晴らしにユキさんの、気晴らしにユキの家に行こう。ピンポーン。誰。ユミはインターホンの前に立ちました。するとそこにはユキがいました。ナイスタイミング、やっぱりユキとは気持ちが合うようです。どうしたの。あ、ユミ、待って、意味わかんないかな、大丈夫かな。あ、ユミ、天の川からの使いの意味がわかったよ。え、何。あのね、この地上に天の川からの使いでやってきた女の子がいるんだって。その子は天の川からやってきたって言うから多分その子だと思うの。そうなの。なんで私そんな夢を見たのかな。ほんと、なんでかな。私たちはしばらく考えていましたが諦めることにしました。でも1ヶ月経ったある日、ユミ大変とユキが家へ駆け込んできました。何。あのね、天の川からの使いってユミだってことが分かったの。え、どうして。あのね、私気になっておばあちゃんに聞いたの。そしたら天の川のからの使いの子はユミちゃんだっておばあちゃんが言ってたの。嘘。どうすればいいの。あのね、夢で少しずつ教えてくれるらしいから大丈夫だよ。でもユミが12歳になる日だから七夕の日にユミは天の川へ帰らないといけないんだって。ねえ、かぐや姫の真似じゃないこれ。大丈夫これ。びっくりなんだけど。まあいいか、もうすぐで終わる、結構長いね。でもお母さんもいるし、とにかくお母さんに聞いてみなよ。よし、わかった。ユミは勇気を出して聞いてみることにしました。ねえ。ねえお母さん、何。あのさ、前話した天の川からの使いって私のこと。お母さんはしばらく黙っていましたが口を開きました。ユミ、私ユミに話してないことがあったの。実はあなたは実はあなたは天の川から下されたものなの。そしてこの世界に来て修行をしていたのよ。だからあなたの本当のママではないの。ごめんね。わーん、ユミは悲しくなりました。そして半年が過ぎて七夕の日になりました。今日は地域の七夕祭りに参加します。ユキ、一緒に行こう。いいよ。そして私たちは一緒に行きました。バーバーン、花火が上がりました。天の川の空に花火が混じってとっても綺麗です。綺麗だね。とっても楽しい気分です。キャー。安心しているとユミの体が空へ浮かびました。
あ、そうだユミ、今日だよ、青の川へ帰る日。あ、そっか、じゃあこれで帰るんだね。いつの間にかユミの前に星があります。ユミはそれにまたがりました。バイバイ。ユミは星空に消えていきました。バイバイ。ユキも叫びました。いつまでもいつまでも。ちょっとごめん、もう本当にやばいね。ねえ、本当にかぐや姫じゃんこれ。大丈夫かな、私なんでこんなこと書いてたんだろう。星にまたがって帰るのめっちゃウケるし、やばいね。ちょっとびっくりしちゃった。もっと違う話だと思ってた。しかも長いしね。やばいって、本当に面白いんだけど。ねえ、やばい。なんでこれをさ、これをさ書いて満足してたんだろう私。ちゃんと綺麗だけどさ字は見て、ほら。こんなにさ本みたいに頑張って作ってるけどさ、ほぼかぐや姫なんよね。やばいね。しかもめっちゃその時ねハマってて、もう一個の小説もある。桜とっていう題名。これは何なん、どんな話なんだろう。え、待って、でもこれめっちゃいい話多分。桜とめっちゃいい話だわ。ちょっとこれ読んでいい？めっちゃいい話なんだけど。これも5年生の時の私です。でもごめん、これめっちゃいい話だから読んでもいい？え、本当にこれはね信じてほしい。でもちょっと一回休憩した方がいいか、もう疲れたよね。天の川からの使いは本当にダメ、やばいね。これは本当にパクリです、絶対に。ちょっと天のかぐや姫が好きだったんでしょうね、私多分。桜とのやつはこんな綺麗な冊子です。じゃあこれ読むね。これは本当にいい話な気がする。いきます。桜と。私にはたくさんの友達がいます。優しい友達、明るい友達、私は毎日が幸せです。でももう一人、私をもっともっと幸せにしてくれる一番の親友がいました。それは桜の木です。私たちはいつも一緒でした。雨の日も風の日も、そして誰よりも誰よりも大好きでした。桜はいつもどんな時でも話を聞いてくれるし、私を大きな体で抱きしめてくれました。本当か。隣にいるだけで勇気と元気を注いでくれます。私は毎日をその桜と一緒に歩んできました。でもある日、私と桜の友情を壊してしまう出来事が起きたのです。その時の思い出を私は胸にしまっています。お、なこさんが出てきた。なこ、おはよう。友達のリンとキララが話しかけてきました。あ、私がなこらしい。おはようと私も言いました。リンとキララは小さい頃からの幼馴染でいつも一緒です。私ね、聞いてほしい。これだけはキララっていう名前にちっちゃい時からずっと憧れてて、なんかキララって可愛くない？キラキラって感じでずっと憧れてたから、多分キララっていうね名前を出したんだと思う。少し内気な私も二人のおかげで元気になれます。それに私に気を使って毎日桜の木の情報を第一に教えてくれます。リン、キララ、今日も桜の新、ん？リン、キララ、今日も桜の新情報ってある？そう聞きました。すると急にリンとキララは悲しそうにうつむきました。ねえリン、キララどうしたの？するとあんまりいい情報じゃないよと言って話したくない感じでした。でも何度もお願いして話してもらうことにしました。あのね、私たちが卒業する日に桜の木は邪魔だからって言った保護者からの苦情が原因で切られてしまうの。え、
私は悲しくて悲しくて涙が止まりませんでした。溢れる涙は手のひらを通り落ちていきました。なんだよこのなんか変なさ。手のひらをすると通り落ちていきました。次の日も私は保護者の人に考え直してもらいたいという思いがありました。なので校長先生にお願いしに行きました。校長先生、桜パーティーをさせてください。何桜パーティーって、もう桜、花見じゃなくて桜パーティーなんだね。校長先生はなかなか許可をくれませんでしたが、ナコのお願いが通じたのか、やったのことで許可をもらいました。やった、私は嬉しくて嬉しくて校長室を駆け出しました。キララ、リン、許可もらったよ。そして協力もしてもらい、私はたくさんの工夫をしてパーティー会場を作りました。きっと保護者の人は考え直してくれる、そう思いました。でもパーティーをしても保護者の人は考え直してはくれませんでした。それからもう1年の月日が経っています。私は最後の最後まで桜に何もしてあげられませんでした。今日は卒業式、桜と過ごせる最後の日です。私は最後に桜にあげたいものがありました。それは私がそれは私が作った赤い紐です。私の最後の贈り物として。卒業式が終わった後、私は桜の木の下に行きました。そして桜に赤い紐を巻いてあげました。私は赤い紐も桜と一緒に切られてしまうのか、ん？私は赤い紐も桜と一緒に切られてしまうのかと思うと、とても悲しくなりました。さようなら、桜さん。私は溢れる涙をこらえて小学校を駆け出しました。もう桜には二度と会えなくなってしまったのです。次の日、私は桜の木が気になり小学校へ行きました。そこには赤い紐が切られた木の下に傷も一つつかずに置いてありました。きっと桜の木が守ってくれたんだと思い、私は桜にあげた赤い紐を抱きしめながら空に向かって叫びました。ありがとう。空がキラリと光りました。それはまるで桜に私の声が聞こえたようでした。もう起きる、もう駆け出しすぎだしさ、なんなのこのさ変なさ、なんかめっちゃさかけ、なんかなんの、なんかね抱きしめるしね、よく。めっちゃおもろい。これをさ自慢風にさ書いてさクラスに出してたんですよ、私小説を書いてみんなが見えるなんかところに。めっちゃ恥ずかしいんだけど、もうやばいわ。泣いてないけどね、笑って涙出てきた。これをね覚えてるんですけど、今でもみんながあのさ、あったんですよ、なんか誰でも触れる作品ボックスみたいな、そこにこう飾ってたんですよね。今考えたらめっちゃ恥ずかしいわ。面白い。どうでしたか、いい話、感動した。結構ねそんな感じで、ちっちゃい時はあれだったんですよ、結構ね。そういうあのなんていうの、なんか独特な言い回しをするのが好きで、そう結構ねなんていうの、桜とかなんかそういうさ天の川とかそういう自然のことを結構書いてました。まだねいっぱい書いてたんですけど、もう多分この2つしか残ってなかった。後のやつも見たかったけどね、やばいね本当に。結構もう一回書いてみようかな、いつかもっといいのできる気がする、さすがに今なら。ちっちゃい時のねやつが出てきて本当に面白くて、昨日夜な夜なずっと見てました。
ってないな。なんかこのまま大きくなっちゃったんだろうなって感じ。いける？でもずっと前髪がなかったので、小学校の時は全部小学校の写真が前髪がなくて、ある時はちょっとだけあったんですけど、もうほぼ前髪がないのね。おもろいんだけど。私が書いたあれもある、俳句。朝顔が両手を広げ微笑んだ、だって。やばいって、もう結構やばい。私やばいな、何してたんだろう本当に。すごいな、もう。でも私の友達も、その5年生の時の友達が小説が好きで、一緒によく本を読んでたんですよ。だからその友達と一緒に作った本もあった。ちょっと名前も見せれないんですけど、これは友達と作ったやつでした。なんかね、あったんでしょうね、そういう。そんなのね、今時の小学生とかしてなそうだけどね。小説書いたりしてんのかな。ゆいなに聞いてみよう。ああやばいね、なんかめっちゃあれです。幼い。やばくない？色が黒い、色が黒いわね。ゆいなにさ、この小説読んだらさ、感動してくれるかも、もしかしたら。いい話じゃん、言ってみよう。ありがとね、聞いてくれて、絵本。みんなも作ったらぜひ教えてください。リチャキメールに書いて、小説を全然読むので。最近小説を読んでないので、読みたいって思った、これ読んで。小説いいな、やっぱり。弟の部屋にこんなのがある。誰だ、こう鍛えてんのかな。何なんだろうこれ、やばい、両手でもできないんだけど。すごい、こんなやつですね。全然動かん。買った。すごいな、握力鍛えてるんだ。頑張ってるね。お兄ちゃんがこれしてるのやばいね。ダメだ、痛い。偉いな、感心しちゃうお姉ちゃん。やばい、焦りたくなっちゃうからやめとこう。いいホヤだな。小説はね、結構謎い話が好きなんですよね。なんか現実では起こらない系のことが好き。現実では起こらない、なんかなんていうの、魔法とかそういう系が好きなんですよ。だからもう本当にね、そういうのが好きです。弟からは、でも最近リサキって言ってくれるかも。前までお前とかだったけど。
ハリーポッター大好き。ハリーポッターの小説全部読みました。この分厚いやつ本当に大好きで買ってたんですけど、結局ね引っ越しの時に全部売っちゃいましたね。全巻持ってたんですけど売っちゃったな。本当に大好きで何週も読んだんですけど、ちょっとさすがにね置くところがなくて。そうなんですよね。え、見た、マークエズでねハリーポッターのグッズ売ってた。めっちゃ一瞬覗こうかなって思ったんですけど、結構人がいっぱいいて逃げちゃいました。こんにちは。大丈夫？間違えちゃった。絶対暗くなったよね。ごめんね、間違えちゃったわ。落ちちゃった。ごめんね。なんか本当に帰ってこない。帰ってきてるかな、聞こえないだけかな。結構止まる？嘘。ごめんね。止まっちゃうか。なんでだろう。止まる？泣いてないよ。泣いてないよ。香港ジャッキーさん、ハートありがとうございます。泣いてないけど止まっちゃうかな。なんでだろうか。どういうこと？違う時空にいる。ちゃんといるよ。ループしてた？そう。おかしいわ。喉が鳴っちゃう。こんにちは。ヤクさん、カラスの靴ありがとうございます。チャン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 チャチャンチャンチャ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 。お前もさ歌った時に止まっちゃったからさ、止まったらね嫌だよね。ちょっと止まるかな、怪しいよね。ちょっと前みたいにさ始まった瞬間に止まっちゃう可能性あるよね。止まっちゃったもんね前。めっちゃいいところでちょこちょこさちゃんちゃん。夏の前ね歌いたいけどねカラオケなかったんだ。じゃあ制服のバンビだけ。いや夏の前ね一回だけアカペラでショールームで歌ったことある気がする。ちょっと結構ね夏の前はリクエストをいただいてて結構、だからコンサートで歌えてめっちゃ嬉しかったです。みんなが結構夏の前似合いそうって
言ってくれてたので、結構初期の頃から歌えて嬉しかったですね。じゃあ制服のバンビ歌おう。じゃんじゃんじゃん。今ねちょっと誰もいないからさ、大きい声出せるし制服のバンビは腰に入れたんだ最近。よしよし、うん、こむちゃ帰ってこないよね弟では帰ってきた、恥ずかしさんと一緒にできて嬉しかったです。ねねさんとくりなさんと最初ね、なんかねねさんをくりなさんと二人でやっぱ好き同士だからさ、ハートで囲むっていう、あ、外した方が話しやすい終わりですハートで最後こうやって囲んでポーズしようってなってたんですけど、やっぱりこのポーズが一番可愛いんじゃないってなって、結局このポーズにしちゃったんですよそう、でもね、いつかもう一回できる機会があったらこれにしたいですね楽しかったな。トゥルトゥルトゥルチュルチュー、でクリナさんと目合うし、その後ねねさんを押し出すのも楽しかったです楽しかったですね。うん、自分じゃ勝てないねってウィンクしたの分かった私そう、初めて、結構初めてぐらいで挑戦してみたんだよね。何回も練習した鏡で自分じゃ勝てないねって分かったかな。本当に結構練習したんだよ。本番出る直前にも鏡の前に行ってこうやって、いや練習した結構恥ずかしくて、いつも鏡の前言いがないんですけど、直前とかね、もう制服のバンビの前にささっと行ってでして行きましたそう、めっちゃ緊張した。でも本番さ、いざ本番ウィンクするってなると、でも6期のみんなに
ねえできてないって言ったらちょっと下手くそって言われました。ガレンレンとかにね、下手くそじゃんって言われたけど。めっちゃね練習したんだ。でもさ、なんか私ねこううまくなんかパチってしたいじゃんやっぱり。 できないからもうこうやってね練習しようと思います、毎日。そしたら結構いつかめっちゃ上手になりそう。いつか公演とかでもしたいんですけど、逆上がりとかココテンとかね、まだできてない、できたことないんですよ。ないよね多分、やったことない気がする。だからいつかココテンか逆上がりでしたいんですけど、でもさココテンってどんな曲ですればいいんだろうっていつも思う。なんかね私の歌割りでできるところあったらどこなんだろう。うん、どこだろうね、何の曲なんだろう、むずいよね。ちょっと研究しよう。カトレア？あ、確かに私の歌割りどこだっけな。うん、目を閉じれば、あーむずい、目を閉じれば、チャラチャチャンチャチャン、あとはなんだっけ、タラララチャン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 。あー恥ずかしいな、結構ねあのやりたいんですけどね、緊張しちゃう。ちょっとじゃあ考えておきますね、どこでするか。そんなこと、じゃあそろそろランキング読もうかな、なんか帰ってきそうな気がする。私のせいで帰ってこれなかった、来れてない可能性もある、あんちゃんね。読みます、じゃあ。13位が MJ ジュニアさん、ありがとうございます。可愛い写真いっぱい撮ってくれてありがとうね、たくさん全部保存していつも見るね、ありがとね。12位がマサルさん、ありがとうございます。仕事から帰ってきたって今コメントしてたか、お疲れ様、いっぱい休んでね、いっぱいお菓子とか食べてね、お菓子の時間だしありがとう。11位がイッチーカチューシャ界隈さん、ありがとうございます。私昨日ねめっちゃお家を片付けた時にめちゃくちゃカチューシャがいっぱい出てきたんですよ。だからカチューシャ界隈本当に勝てるぐらいめっちゃカチューシャあるので、いつかつけるね全部頭に、ありがとう。いつも注意がノッツさん、ノッツさんありがとうございます。ノッツさんもいつも来てくれてありがとね、この前コンサートで会えてめっちゃ嬉しかったです。次はね結構公演がなかなかないけど、また会えるの楽しみにしてるね、ありがとう。9位がソルさん、ソルさんありがとうございます。なんか初めて見た気がする、かわいいトラ、ありがとね。私結構ね空とか好きなのできっとソルも好きだと思います。ありがとう、今日は来てくれて、また来てね。8位が大君マリアタン推しさんかな、ありがとう。大君も最近たくさん来てくれてありがとう、いつもねなんかブホブホブホンって言ってるイメージ。いつか直でブホブホブホン聞けるの楽しみにしてるね、ありがとういつも。7位がヤフミチャンネルさん、ありがとうございます。ヤフミチャンネルさんもいつも来てくれてありがとね、たくさんね見かけるからショールームとかでいつも嬉しいよ、たくさんまた話そうね、明日もするから来てね、明日もぜひ、ありがとう。6位がちーさん、トウモロコシごはんさん、ありがとうございます。ちーさんもたくさん写真撮ってくれてありがとね、なんかねコンサートの時にリサキって呼んでくれたよね、聞こえた気がする。
ありがとうね。私もたくさん今度呼ぶね、名前。ありがとう。声がうごうごさん、うごうごさんありがとうございます。うごうごさんもいつも来てくれてありがとうね。いつもねピンクの生誕ティーを着てくれてて嬉しいよ。めっちゃ似合ってるからピンク結構似合うと思う。ありがとう、いつも。またね、会おうね、また。4位がアスカニジジンさん、ありがとうございます。今日ねおすすめしてくれたカフェに行こうと思ったんですけど、結局ねいつものニューなんだっけベーカリーみたいなとこに行っちゃった、また。だから今度こそ行きますありがとね、また。あの行ってみてね、私が行ってるニューベーカリーも行ってみてね。ありがとう、いつも。3位が香港のジャッキーさん、ありがとうございます。香港のジャッキーさんいつもありがとね。なんか直接はねあんまり話したことないよね。でもなんかすごいショールームとかで仲良くなれて嬉しいよ。いつか直接会った時は香港語喋れるように頑張るね。ありがとう、ありがとう。2位がアリサちゃん、アリサちゃんありがとうございます。アリサちゃんもいつも来てくれてありがとね。本当にね目の前にいたよね、なんか見えたよ。なんかね本当に久しぶりに顔を見れて変わってなくて安心しました。変わってないかしらでも本当に元気そうで安心したよ。またいっぱいお互い元気で頑張ろうね。ありがとう、いつもハート。1位がレーニアリサキ大好きさん、ありがとうございます。レーニアもいつも来てくれてありがとね。あーパチューアパチューが好きなんでしょ。ちょっとね私ね結構それ練習したんですよ。でも結構難しかったからちょっともう一回チャレンジしてみるねありがとう、レーニアも踊ってみてね、ハート。よし、じゃあ皆さん今日もお昼だったんですけど来てくれてありがとう。お昼でもないか、お菓子の時間だったんですけど今日も来てくれてありがとね。また明日はオンラインもあるのでオンラインでもたくさん話すし配信でもたくさん話そうね。ありがとう、じゃあまた。お、初壇上さんありがとうございます。じゃあまた明日会いましょう。本も聞いてくれてありがとう。読み聞かせできて楽しかったです。また読み聞かせのこと思い出して今日はいっぱい寝てね。じゃあ、あれちょっと待ってね。はい、おやすみ、バイバーイ。